はい、笑うと幸せかで証拠ファンナイトタイムアブカでございます。ただいまですね、こちらでございます。箱根宮の下ね、ちょっとね、北部北の方にあります。こちら温泉でございます。箱根の温泉ですよ。ついに来ました。露天風呂もあります。こんな感じでございます。箱根のね、山の中の方の奥地にある温泉でございます。やっぱりね、手前側とかの湯本はね、よく行ったんですけども、今回の奥の方にあるというのはね、初めてでございます。宮城県の総戦国原の上下ですかね。ちょっとこれから楽しんでみたいと思います。ようやくたどり着きました。では行ってまいります。あ、どうもすいません、お待たせしました。笑うと幸せの会で証拠ファンのハブカでございます。先ほどね、ちょっと入り口だけちょっとご案内させてもらったんですけども、さっきの喋った声と今の声、ちょっとトーンが違うの分かります？分かりますかね？これ分かんないから。やっぱね、あ、全然ね、やっぱね、この入って、ね、このお湯の、やっぱもう本当見た目透明、ね、この、本当ね、何の点滅もないね、お風呂だと思って入ったんですけども、やっぱね、さすが箱根です。ね、先週ですかね、塩原行ってきて、その時はね、本当真っ白でね、もう本当にザ温泉とね、源泉という感じがしたんですけども、もう全く180度違いますよね。贅沢だな、これ1週間でこの2種類の温泉行けるっていうのはすごい贅沢だと思いますね。まあ、アルカリ性の、温泉です。あ、気のせいでした。なんか、魚かなと思ったら、一緒に入ってる方です。あ、水素、みたいな。まあそうね、いろいろどういう温泉だったかも含めてね、これからもいろいろお話できるように頑張りますので、ただ最高でした。箱根の山は天下の景ってね、今日もね、じゃあ夢で会いましょう。じゃあおやすみなさい。